おそす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。こちら、6月の12日にいただいたコースですね。で、参考動画付きでわざわざ送っていただいて、本当にありがとうございます。自分の苦手なギミックがいくつかあります。ドッスンが降りてくる瞬間に P 投げて踏ませなきゃいけないやつ。あれがやばそうですね。あれが2箇所くらいあるんで、ちょっとそこで積もりそうです。で、おそらくですけど、クリア率見る限りでは時間もギリギリなんでしょうね。さあやっていきましょう。ハードな感じになりそうだな。110秒スピランですね。もう110秒ってだけでもうえぐい感じしますよね、正直ね。うん、 OK 入ります。即バネじゃなくて即壁キック叩く。こっから3連ドクロコースターですね。とほっヒップ、ああミスった。余裕はなさそう。あぶねえ、あぶねえ、ギリギリ届いた。スピン、オッケーで入る。で持ってスピンして投げて踏みながら行ってトントン、当たるのそれ。オッケー、あーなんか違う、なんか思ってたのと違う。まあいいでしょう。とりあえず難関来ますよ。俺の苦手なこのも、うわー全然わかんねえわ。このも、これちょっと練習してきた方がいいな。全然ダメだな。このも、このも、オッケー、よーし来た。やっと先進めたね。これはほとんどなんか自動で被ってくれるからすごい楽。ミスった、あぶねえ、うわー間に合わなかった。かぶってかぶって OK 調整して、ほっかぶってトンっていって、落ち着いてかぶってトントンってなって、落ち着いてヒップすんじゃん、食らうじゃん。ほい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 、 OK でっかい状態キープして、ここまで来て OK で落ち着いて死なないようにして動画に入ります。残り40秒、これ多分間に合わねえな。多分兄姉はかぶるかぶる、オッケーかぶる、時間はかぶる、あぶねえ、怖え、オッケー入りました。27秒、ああああああ、よし、オッケー抜けたぞ。持って、冷静に、バネジャン、オッケー。バネジャンは見据えたくないよね。得意技だからね。置いて、入るよ。置かなくてもいいんだよ。バネ確かいらないんですよね、これはね。あー、持ちた。持ちたらダメなんだよな。うわ終わった、ミスった。
よーし、オッケー。さあ、うわー、いいスピランだったな。難しすぎないんですよ、難易度が。どこ短縮ポイント。待って待って待って、短縮できるようなとこあった？どっかにあったんでしょうね。すげえな、全然気づかなかったわ。いやー、いいコースだったな。じゃあこちら行きましょう、ザビッグキャッスル。やっぱあの参考動画付きで送ってきてくれるっていう優しさ、本当に優しさを感じた。優しい世界だろ、本当に。なかなかないよな。なかなかないですよ、あんな優しい世界は。大体はもうあれですからね。危ねえ、怖え。ID 送って送りっぱなしだから。すげえ助かります。まあ、なんていうのかな。どうやって解いていくか、どうやって進んでいくかっていうのを自分で見つけるのがマリオメーカーなんじゃねえのっていうのはあると思うけど、全然そんなことない。全然そんなことない。やっぱり優しさって大事だよ。優しさは大事だよな。優しさに、とても救われた、今回は。あれがなければもっともっと時間かかってたろうしね。本当に助かりましたよ。こっちかな？あれは違えんかい。だったらいいじゃん。よいしょ。ここでしたね、土管が。ありました。さあ。クラウン？まずは上に逃げますよ。コインに沿っていく。下がある。お、お、おー、ケイ、お疲れ。じゃあこれでラストにしましょう。ゴールは目の前に。え？困りましたね。全然思いつかねえ。よし、来た。来たけど、これでいいんだけど、あとは問題は、どうやって P 踏むのよ。これで、この状態から、なんとかギリギリ P を持って、この、下に入り込んでる状態で、なんとか進めないだろうか。来た。よっしゃー、おら、は、は。これどうすんだっけ？なんかあったよな。なんかあるはずだよね、これね。あ、こうか。おー、いけた。なるほどね。一個乗ってそっからしゃがめばよかったのね。なるほどなるほど。おー、クリアできたー。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。